始まるぞどうも、カイゼーリンです。本日はですね、えっ、ー、と、昨日の動画の予告通りですね、ハイメトロ R、ヘビーメトエ R ガイム、レビューしていきたいと思います。これね、8月22日発売だったよね。 あねまあ余談なんだけど、8月22日って僕の誕生日なんだよね。<laughs> これパッケージね、この、ちょっと懐かしい感じの映画活かすね。こんな感じで。うん。結構ね、合金仕様だからね、ずっしり重いんだよね。じゃあ、中身開けてくさい。じゃあね、中身ね、こんな感じね。本体と、えっと、サイドアーマー、あと、ベイル。で、あと、えっと、エネルギーチューブと、 セイバーの刃が2本と、パワーランチャーが2本。ランドブースターと、えっ、ー、と、ハンドが4つに、とはランサー用の、えっ、ー、と、つかと、あ、えー、とは、えっ、ー、と、セイバー用のが4つ入ってるぞ。<laughs> えっと、じゃあ、まずね、本体こんな感じなんだけど、まずあの、忘れないうちにね、ここにね、ランサーの、あの、つかの部分を収納するギミックがあるんで、 こう入れておけるんだよねこんな感じでごめんランサーじゃなくてセイバーだね僕ねよく間違えるよねランサーとセイバー <laughs> こんな感じに入れておけますまあつまりこうハンドランチャーもこう再現できるっていうことだよねうんちょっとねうちにあるおもちゃでこのねエルガイムを輸送するシーンを再現してみたぜこれはあのね太陽戦撃王っていうあのまあ中国の戦隊ロボなんです はい、<laughs> でこうねこれでちょっと稽古までさこうできるわけですよでこのエルガイム足のねこう開閉ギミックがあるんでなんかこんな感じにおーみたいな <laughs> こんな感じで <laughs> じゃあごめん横道にそれちゃって。 早速ね、えーと、まず本体から見ていくね。えっ、ー、と、まあ、至るところに本当に合金が使われてるんで、ずっしりしてていい感じです。で、あのね、まあ、これ結構、まあ、賛否両論なんだけど、顔のこの角のところも合金性なんだよね。僕は、あの、あんまり気にならないんだけど、まあ、これがおもちゃっぽいっていうことで、まあ、結構批判的なレビューしてる人もいるよねーって。<laughs> 可動、まあ、ねこんな感じ360度曲がるで腕がこんな感じですねうんこのぐらいかいで足が足も結構ああなるほど頑張れば正座いけるかもしれないですけどちょ,ちょっと硬いですね怖い <laughs> あんまりあの無茶な動きはやめときます ではあの、ちょっと一つ目のギミックなんですけど、これですね。スパイラルフローがついてるんですよ。すごく小さいんですけど、こうか。ちょっと色分けもね、頑張ってるね。で、なんと、収納ギミックがあるんですよね。こう。さす、ね、ちょっとあの、ピンセット使います。<laughs> ここにですね、 えとまあ固定するための穴があのジョイントがあるんでここに入れてあげますまあ多分その何回もやるようなギミックではないんですけど、まあ、ちゃんと再現してくれてるっていうのはうれしいですねで背中がこんな感じですねこれがねなんかちょっと美しいなーって思うんですよねよしこんな感じ後ろもねパイプがちゃんとありますね で、多分あんま使わないと思いますけど、こういう、ここの、見解ギミックもありますね。で、えー、っと、この状態だと、あの、珍しくその、アキュート。ここのあの、角みたいなので、ま、殴る武器があるんですけど、それがあの、再現されてるんですよね。キャオランチャーがいるというわけで、 えっとね、パワーランチャーね、ここにね、簡単に装着できるんだよね。よこんな感じ。超簡単。でね、これ見てみて。ごめん、ちゃんと映ってるから。実はね、折っちゃったんだよね。折っちゃったんだけど、あのね、これこれ。この新鍮線の1.5ミリでね、なんとか、あの、すぐに補修ができたんで、助かりました。しかもね、なかなかいい。 フィット感なんですよ。よし、こんな感じでね。こんな感じうん。パワー,ーランチャーね、様になるよね。こう、ピュフフッとっていう感じでね。よし。どうしようね。先に行っちゃうか。まずね、あの、この、玩具を、の購入を決めた最大の理由ね。やっぱりこの、ランダムストレートなんですよ。よし。これね。 こうわかりますかねこのシリンダーも連動して動くっていうのが、まあ、す僕的僕の中ですごくポイント高くてよいしょ,いしょちょっと遅いねこれあのロボット魂のエルガイムなんですけどこれにもあのランダムストレートのギミックはあるにはあるんですけどこれこう上げてからこれ手動で出さなきゃいけないんですよで やっぱりね、こ、こ、ここ、<laughs> まあ、小さいから仕方ないんですけど、これがね、どうしてもちょっと、まあ、気になっちゃって、まあ、これ、結構密度感もあって、なかなかいい玩具ではあるんですけど、ちゃんとした、やっぱりランダムストレートの展開ギミックを、あの、してくれてる玩具がずっと欲しかったんですよ。あしかもあの、内部まで開けるっていう。<laughs> なんでもう、このギミックがあるだけで、本当に、 この玩具の購入を決定するぐらい僕の中ではポイント高い部分です。最高ですね。じゃあ、えっと、ベイルですね。バイン、あ、じゃベバインダーですね。すいません。あの、ファイブスターと。フ <laughs> ァあの、マイス。えっ、ー、と、ま、S マインここにあるんですけど、動かないですね。で、ま、予備のランチャーをこう、セットしておけるっていうギミックがありますね。これ、このギミックあるなら、ちょっとランチャー3本つけてほしかったんですけど、マイスは。こんな感じで、 これも腕に装着することができますいいっすねあのー、黒と黒と白っていう色合いが本当になんかシンプルでいいですよねで次がランドブースターですねこうかえっ、ー、とこれもですね後ろに装着するためのジョイントがあるんでそのままくっつけるだけですねこんな感じで で、この翼がですね、こう、片方、おーっと、すいません。片方を上げると連動して、動くっていう、ゲーコマなもんですね。で、ここが開くんですよ。あの、上がりますんで。いやー、かか、あーっとしかも取れてるし。はい、それじゃあ、あの、フル装備させるとこんな感じですね。 ああ、かっこいいですわ。<laughs> まあ、これ、あの、ね、値段が低下だと、2万ちょっとでしたっけまあ、そうですね。まあ、僕、ちょっとポイントとか全部っぱで1万2000円ぐらいで買ったんですけど、うーん、2万円。まあ、2万円するの、まあ、サイズも100分の1ですからね。一概に高いとは言えないんですよね。 まあ、適正価格かと言われれば、うーん、っていうところなんですが、はい、まあ、なんと言いますか、個人の判断ということで。ではですね、拳を取り替えさせてもらって、セイバーとランサーを装備していきましょう。よいしょ。ちょ、ちょっとあの、硬い感じですね。破損がちょっと怖いかな。まあ、丁寧に交換していきます。 ま、あのー、セーバーの絵ですね。ここにもあるんですけど、なんかいっぱい <laughs> ついてるんで、もうこれ使い忘れています。まず、セーバーですね。こんな感じで。よし。結構あのー、実はあの、エルガイムやってる時って僕生まれてなかったんですけど、 スターウォーズの影響を結構受けてるのかなーって感じる部分がありますね。で、次が、よいしょ。ちょっと取らせていただきまして。この長いやつですね。ランサーですね。これ地をつけていきます。このビーブーバーは2本しかついてないんで。こんな感じですね。 いやあ、かっこいいですね。うん。ランサー合いますよね。第4次スパロボだと、1070の威力がありましたよね。よし。というわけでですね、まあ、ここにさっきから置かせていただいているマーク2様のですね、バスターランチャーを持たせてみたいと思います。まず、あの、こちら、あの、手をですね、交換します。この、開っ よいしょ。平手に交換します。よあちょ。っと手首交換硬いんで、怖いですね。で、先にちょっと申し上げるんですが、これがあの、マーク2様についてる、えっと、エネルギーチューブなんですけど、あの、やっぱり規格がないんですよ。こう、こう刺すことがちょっとできないんで、まあ、エネルギーチューブはなしで持たせます。まあ、 チューブない方が、あの、持たせるのだけは楽なんでいいんですけどね。よしょ。やっぱりあの、可動指じゃないんで、フィット感がすごくいいんですよ。簡単にこの、差し込むだけで持てるんで。いしょ。いやーもう、いかがでしょうか。似合いますよね。もう、最終決戦っていう感じで。いや、本当にあの、マーク2様買ってよかった。<laughs> いやー、まあ、でも、まさかね、僕、マーク2様を買って、マーク1よりもマーク2派になると思ってなかったんで。いやー、それにしても合いますねこれでも、多分なんですけど、そのうちプレミアムバンダイで、この本体をまたなんか、パール塗装みたいにして、で、バスターランチャーをセットしたデラックス版みたいの、2万5 0円ぐらいで出すと思いませんか俺は出すと思いますね。というわけでね、 カイゼリも出してきましたよ。いやー。でもやっぱり、カイゼリの造形美、ほんと美しいですね。あの、細かいんですよね。うーん、いいな。<laughs> では、あの、以上で本日のレビュー終わらせていただきます。えっと、幸いなことにですね、まだこれ、あの、全然、あの、買えるんですよ。なんで、まあ、 気になってる方は、まあ、もし、あの、なんと言いますか、お財布事情で、まあ、もうすぐボーナスの時期ですし、少し余裕があるんでしたら、まあ、買ってみるのもいいかと思います。やっぱりこのランダムストレートのギミックは本当に素晴らしいですし、あとあのスパイラルフローのですね、あの収納ギミックとかもありますんで、まあ、結構、至れり尽くせりなところはあるかと思います。 ちょっとあの、墨入れとかはされてないんで、そういう部分が大味に感じるかもしれないっていうのはあるんですが。はい。では、今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。カイゼリンでした。ありがとうございました。いやー、ぶっちゃけあの、ダッカスが5万で出るらしいじゃないですか。あれー、 僕組み立てられないんで買えないんですよダッカスすごい好きなんですけどね